日本群馬県前橋市三代沢町三代沢町は群馬県前橋市の地名。旧宮城村時代は住所で瀬田群宮城村大和三代沢の次に来る地名。面積は4.69平方キロメートル。郵便番号は371-0247。町名はなく住所の後と番号が振られる。前橋市の北部赤木山の南六で荒戸川上流域に位置している。東には 花毛国町、西と南には柏倉町、北には苗ヶ島町が隣接している。南北町時代頃から、ある地名である。江戸時代を通して、赤木神社寮だった。道町に残る赤木神社へと続く、松並木は、慶長17年に大前田村の川東彦兵衛が寄進したもので、苗木は、大田の金山から取り寄せた。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。近隣のモテギ町に高下電気鉄道高下線応募駅があるが、町内には鉄道駅がない。赤木タクシーが運行を行っているデマンドバス方式のふるさとバスがある。国道は国道353号、県道は 群馬県道16号、大も赤城線は通過。当庁が避難対象区域となった場合、隣接する花毛国庁にある前橋市立宮城中学校に避難する。ありがとうございます。